ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録頼んだぜ。皆様の登録がうぷ主のやる気につながるぜ。夫婦喧嘩はいつの時代も大変よね。大名なんかもしていたの魔理沙？もちろんしていたぜ。ただ、それぞれの家には格があった。対応を誤ると大変なことになるんだ。よく戦国や江戸の婚姻を、女を道具みたいにと考えている人を見かけるが、実際にはそんなことはない。戦国では外交官のような扱いだったようだし、江戸になったらなったで、その家の代表者としてやってくるわけだ。なるほどね。じゃあもし妻の価格が大きくて、夫の価格が小さい場合だと、肩身の狭いことになるわけね。婿養子を想像してもらえればわかるだろ？あれの希望を大きくした感じだと思えばいいんじゃないかな？そう考えると納得がいくわね。まあこの時代の大名クラスとなれば、隠れ側室なんかがいたら、それがきっかけで夫婦喧嘩になりそうだが、規模が大きくなればことだ。まあ、徳川秀忠さんも奥さんが怖いんで、隠れて子作りをして、星名正幸さんができたんでしたよね。そういうわけで今回は、こういった問題が原因で改易になったとされる大名を紹介するぜ。あくまでこの話は一説とされるが、実際にあったものとして紹介するのでご了承願うぜ。わかったわ、それじゃあ今回もよろしく頼むわね。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。ここはどこなの魔理沙？ここは九十九川だ。埼玉県東松山市を流れる川だな。今でこそ穏やかに見えるが、九十九川水門ができるまでは水害が問題だったらしい。その理由としては、オッペ川に自然合流したことによる、水位の上昇が大きかったという。なので、昔はもっと深い川だったのだろう。なるほどね、今回はこの川に関係ある話なのね。うぷ主の読んだ本によっては、沼だと書かれていたりしたが、この九十九川が舞台と想定して紹介するぜ。今回紹介する安中藩なんだが、安中城とその城下町が東西に細長く広がった大地上にあるんだ。そして南に薄井川があり、北に九十九川があって、大地を沿うように流れているわけだな。安中城のすぐ近くにあるわけね。さて、安中藩ができた経緯は、水の元綱が大阪の陣で支給を挙げて、近江以下郡内に宣告を与えられる。そしてその後、父水の分け長から三河新城藩を譲り受け、順調に出世していき、慶安元年1648年に、上の安中二万石に移封となった。なるほどね、じゃあ今回は元綱さんが主人公なの？この元綱なんだが、子供がいて長男が継ぐ予定だったが若くして亡くなった。なので、その次男が後を継いだんだ。その次男の名前は、水の元友だ。彼は、正保元年1644年に終わりに生まれ、その父の隠居に伴って後を継いだ。後を継ぐ以上正室は当然必要になるよな霊夢？それはわかるけど、まさかこの二人を夫婦にするんじゃないでしょうね。ああ、そのつもりだけど。おい、なんでお前と夫婦にならないといけないんだ。私は由緒正しい藤原の出だぞ。うるさいわね、私なんか、月の姫様よ、たかが、一貴族くらいで偉そうにしないで。ああ、本当にぶっ殺すぞ。夫婦に見えないくらい仲が悪いんですが。水の元友には正室がいたんだが、その人物は水の忠義の娘であった。石高はなんと5万石を要する岡崎藩の藩主だ。なるほど、2.5 倍の石高の家から正室をもらったのね。それだけじゃないぞ、その父親の水の忠元なんだが、忠元は家康のいとこにあたる人物なんだ。ふふ、私のおじいさんは大権現様のいとこなのよ。役柄でも勝てないなんて哀れねえ。調子に乗るなぁ。開いた。ほほほ、あんたなんか私が余裕でぶちのめして差し上げるわよ。悔しい。なんか普段特徴が違いすぎませんかね。役になりきってるのかなぁ？まあこの様子を見てもらえればわかると思うが、この二人の仲はかなり悪かったという。
元友の性質は、葵徳川三代の岩下島倉くらい気性が激しく、プライドもかなり高かったという。あの豪さんか。そりゃあ相当ですね。しかも、実家が格上なので、それを傘にして元友にきつく当たっていたわけだな。力が1000対1ならマウントは取らないが、5対2くらいの微妙な力差の方がマウントを取りやすいわけだ。まあ、京都東京神奈川沖縄の人なんかは、いちいち都道府県魅力ランキングに一喜一憂しないですよね。正室は江戸屋敷に暮らしていたんだが、そんな正室にたとえ子作りという義務があったとしても、行きたくなくなるだろ霊夢？そりゃそうよね。そんな性質に怯える毎日を過ごす中、出会いがあった。えへへ、おすすめの本ですか？この前入荷した本はおすすめですよ。また、お貸ししますよ。小鈴ちゃんはいい子だね。私の娘にしてしまいたいよ。またまた、お上手なんだから。私の性質と違って、優しくて気立てもいい。権力を傘にもかけない。こんな素敵な子が性質だったらいいのにな。かぐやとは生傷が絶えない毎日だ。安穏な日をせめてここだけでも。気立てもよく心優しい八重に元友は心惹かれていった。そうなれば、行動は早かった。元友は決して子供が作りたいわけではなかった。要は心の平安を彼女に求めたわけだ。これで江戸でも頑張れるぞと。江戸での疲れを、地元でゆっくりと癒すわけね。共済もいないわけだしね。もともと奥女中で身分もかなり低かったという。性質の嫌がらせを恐れた元友は、彼女に黙って八重を側室にしてしまった。でもそれって余計性質の怒りを買ってしまうことになってしまわない？まあ、そうだよな。わあ、向こうのやつなんてことを、すぐにかぐや様に伝えないと。ところ変わって、ここは江戸屋敷だ。最近元友が江戸に参勤交代に来ても、正室の屋敷に来ない日が続いていてイラついていた。あいつ、一体何なのよ。私に平服しに来るのは当たり前でしょ。何をやっているのよ。まあ、そうなるでしょうね。そうこうしていくうちに、事情を報告する者が現れた。向こうのやつ、あんな過剰で側室を囲っていますよ、かぐや様。はあ？いつ私が許可したというの？すぐに私の屋敷に来るように伝えなさい、叱ってやる。まあこの時代、正室に側室の許可をもらうのは普通だからな。元友にも非があったわけなんだが。これを見る限り、そんなことを許すようには思えないわね。かわいそう。まあ、そんなわけで自分の屋敷に来るように元友を呼びつけたわけだが、一向にやってこない。あまりにも恐れた元友は、休暇願いを幕府に出した。それをしてしまうと、さらに怒るんじゃないの？ああ、当然大激怒した。偉大なる私に会うことなく、あんなかに帰るって、そんなにあの下賤な女がいいのか。ぐぬぬぬぬ、ここは江戸で私は直接手を下すことができない。できるなら、薙刀で人思いにしたいけど、どうしましょうか？この手紙をエイリンに渡しなさい。彼女はあんなかのお抱えの医者だから。ああ、今日はそんな役なんですね。エイリン様にふさわしい。立派な身分の私をないがしろにする者は、すべてその代償を負わせる。二人とも覚悟しろ。そういうわけで、正室と面識があり、あんなか藩に出入りしている医者に次のような命令を出したという。少し怖いけど聞いてみるわね。なんて命令したの？殺せ。なんよそれ、ド直球じゃないの。何らかの罪をなすりつけて、苦しめた上で殺せ。嫉妬に駆られた女は容赦がない。まずは側室の殺害を計画した。わかりました。やりましょう。でも小鈴さんはただの人間なんで手加減してあげてくださいね。わかっています。私を何億歳だと思っているんですか？医師の行動は早かった。あんな過剰にすぐに出向いて、次のような行動に出た。へえ？私そんなの知らないです。あなたの魂胆はわかっています。殿に近づいて、針で殺そうとしたんでしょ？この前は食前にも仕込まれていたようだし、殿の性質にも話が来ています。白状なさい。私そんなの全然知らないです。うわぁ、典型的な冤罪じゃないの。まあそんなわけで、偽の殿の暗殺計画をでっち上げた。性質が疑っていると騒げば、
家臣は動けない。さあ白状しなさい。私何も知らないよ。これだけ折檻しても口を割らないとはあなたも強情ですね。かくなる上は最後の手段です。適当な取り調べをした挙句、その医者は生きたまま八重を箱に入れたという。いやー、誰か助けて。安心なさい、終わったら助けてあげますから。哀れ側室の八重さんは、生きたまま城の近くのつくも川の淵に投げ込まれた。今でもその石碑があるそうだ。あれ、なんか急に頭が痛くなってきたわね。体調を崩したのかしら。数億年も生きると、体にガタがくるから。八重の呪いかは不明だが、その後安中のお抱えの医者は不幸続きで、明治になっても医者に不幸が訪れたという。明治になって、供養の石碑ができることによって、それが収まったという。呪いなのかしらね。それはそうと、性質からすれば、これで生成したんじゃないの？そんなことはなかった。性質は怒りは全然収まっておらず、八重がいなくなると、元ともに怒りが向いた。向こうのくせに生意気よ、どうせ死なないんだから、徹底的に痛めつけてやる。いきなりさすがからいるか。どうせあんた死なないんでしょ。じゃあ何度刺されても大丈夫でしょ。この裏切り者、死ななくたって痛みはかなり感じるんだよ。国士さんの方がお前なんかより数億倍マシだよ。あんな女のどこがいいのよ。今日はどちらかが死ぬまでやり合ってやる。だからお互い死ねない体だって言っているだろうが、いい加減にしろ。うわぁ、まあ見ての通り休暇が明けた元とも、性質が屋敷に押しかけていきなり懐刀で切りつけたんだ。な、何事もなかったように進めないでもらえませんかね。いかに性質が強かったといっても、武士である。性質に応戦した結果、揉み合ううちに双方重傷を負ってしまった。命は助かったが、こんな性質と一緒にいることと、強いとはいえ、女にここまでやられたことに絶望したのだろう。しばらく後に、死にたくても死ねない。向こうの奴何をやっているんだ。死ねないのにこんなことをするなんて、いよいよおかしくなってしまったか。夫婦喧嘩だけでも、かなりの失態なのに、自害すら失敗するなんて武士の恥だ。幕府に知れたら大事と重臣たちは判断した。なので、幕府には藩主が乱心して性質を切りつけたと報告した。その結果、幕府の調査が入った。その結果、寛文7年1667年5月に信濃松本藩の水野忠元の預かりとなり、改易となった。正室は、父の実家へ戻された。本人は13年後に37歳で死去するが、息子元友は、後に二千石の旗本として復帰、これは届け出が早かったからというのもあるかもしれない。何事も早期報告が、トラブルを減らす大きな方法なんですね。この話は、諸説あって本当かどうかはよくわからないらしいけど、大名の夫婦喧嘩って他にもあると思う？あるとしたら、どこの大名だと思う？みんなの意見をぜひ待っているぜ。大名より、旗本の小さな勢力の方が多そうだと思うけどな。みんなのコメントを待っているぜ。本気で殴り上がったな、許さない、今日という今日は。あんた、何度同じこと言わせるのよ。霊夢とマリサかユリコにやられればよかったのよ。また殺し合いを始めていますよ、エイリン様。懲りないわねえ。私の家の貸本屋からいいものを持ってきましたから、それで喧嘩をやめさせましょう。そうですか。じゃあお任せしましょうか。え？あ、かぐや？これ、うちの貸本屋に眠っていたネクロノミコンなんです。二人とも死なないんなら大丈夫ですよね。さあ、二人とも仲良くなったら出してあげるので、仲良くなってくださいね。誰か、助けて。小鈴、なんてものを持ってきているのよ。新たな異変は起きないよな。さあ二人は、頭を冷やしたら私が助けるので視聴者の皆様はご安心ください。というわけで、夫婦喧嘩が原因で改易になった大名、水野元友の紹介だったんだが、どうだった霊夢？そうねえ、おそらくこういう夫婦喧嘩は様々な大名であるんだとは思うわ。でも、恥だから出さないようにしていたんでしょう。まあ、
この時代の婚姻は家同士の話だから、一歩間違えれば大名同士のトラブルになりかねないからな。それでも表沙汰になるということは、相当激しい内容だったんだということがよくわかったわね。ああそうだ、殺された側室の八重さんの話だが、彼女の死後医者に不幸が訪れたと話したよな。大名も入れ替わりが結構激しかったそうだ。たまたまかもしれないが、次に入ってきた堀田正利は暗殺されているから呪いだったりするかもな。やめなさいよ。まあ、後に安中医師会を中心とした面々が、この側室の八重さんの供養を行って、供養の火を立てたら不幸はなくなったそうだ。それは良かったわね。やはり気の持ちようも大切なんでしょうね。みんなは大名の夫婦喧嘩は他にもあると思う？あるとしたらどの大名だと思うかな？コメント待っているぜ。あと、八重さんの不幸は呪いだと思う？それともたまたまかも気になるわね。これからも様々な大名を中心とした解説をやっていくので、応援よろしく頼むぜ。それでは皆様、ありがとうございました。動きを早く知りたい、それによって、商売に影響が出るという人は、例えば通信としてのろしとか、普通はまあ飛脚やらそういうもんで。